皆さんこんにちは。鳥羽水族館でカワウソを飼育担当している菊田です。皆さんはワールドオッターデイ、世界カワウソの日をご存知ですか？これは国際カワウソ保護基金というイギリスの団体が制定した日で、世界のカワウソの現状や保全を考えることを目的として定めました。毎年5月の最終水曜日がこの日で、今年は5月の25日がカワウソの日です。もうすぐカワウソの日ということで、関西のコツメカワウソを飼育している8つの動物園水族館が集まり、私たちに何かできることはないかと協議した結果、それぞれが公式の SNS を用いてカワウソの現状などを皆さんにお伝えし、世界カワウソの日を広めていこうということになりました。題して、見て聞いて、世界カワウソの日関西8園館からリレー配信です。名前の通り8つの園館がリレー形式で配信を行います。それでは本日のタイムテーブルを紹介します。鳥羽水族館からスタートし、この後は10時から神戸動物王国、11時から王子動物園、12時から伊勢シーパラダイス、13時から姫路セントラルパーク、14時からアドベンチャーワールド、15時から海遊館、16時からニフレルとなっています。今日は一日カワウソまみれで楽しんでくださいね。それではカワウソについてお話をしていきましょう。鳥羽水族館では主にカワウソの種類や世界のどこに住んでいるかなどを中心に説明していきたいと思います。まずカワウソの仲間は全部で13種類います。分布図を見ていただくと分かりやすいですよね。このように世界各地に幅広く分布しています。分布図が重なっているので1種類ずつ見てみましょう。コツメカワウソは東南アジアを中心に生息しています。カワウソの仲間でも一番体が小さく、名前の通り小さな爪が特徴です。爪なしカワウソはアフリカ大陸に生息しています。この後12時から配信される伊勢シーパラダイスさんでも紹介してもらえます。今後爪なしカワウソは、以前は爪なしカワウソの亜種とされていましたが、現在は別種での分類がされています。スマトラカワウソはインドネシアのスマトラ島やマレーシアなどに生息しています。ユーラシアカワウソはヨーロッパから中国へと幅広く生息しています。ノドブチカワウソはアフリカ大陸に生息しており、爪なしカワウソや今後爪なしカワウソと生息区域が重なりますが、喉元のブチ模様が特徴です。カナダカワウソは北アメリカに生息しています。南海カワウソはチリやペルーの沿岸に生息しています。オナガカワウソは南アメリカ大陸に生息し、その名前の由来通り長い尾が特徴です。チリカワウソはチリやアルゼンチンに生息しています。ビロードカワウソはインドや東南アジアに生息しています。オオカワウソはコロンビアやブラジルなどに生息しています。カワウソの仲間で一番大きくなる種類です。そして最後ラッコは北海道オホーツク海からアリューシャン列島を経て北アメリカ沿岸に生息しています。以上13種類のカワウソの仲間です。国内では残念ながら全てのカワウソの仲間を見ることはできませんが、このうちの5種類を見ることができます。
カナダカワウソ、ユーラシアカワウソ、ツメナシカワウソ、コツメカワウソ、ラッコです。動物園水族館ではよく見ることのできるカワウソの仲間ですが、実は生息数が減少しています。このように世界各地に幅広く分布していますが、国際自然保護連合 IUCN という機関が作成している絶滅の恐れのある種を記載したリスト、通称レッドリストでは、カワウソの仲間のほとんどの種類が絶滅の恐れのある動物とされています。またワシントン条約 CITES の絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約では、2019年に一番厳しいランクに引き上げられ、国をまたいでの取引を厳しく規制しています。続いては鳥羽水族館で飼育しているカワウソの仲間を紹介します。まずはコツメカワウソです。こちらの水槽ではマーボーとユーコのペアを飼育しています。マーボーは12歳のオスです。おっとりとした性格ですが、特技は高速ガラスハイタッチです。朝ごはんの後はよく小屋で寝ています。ユーコは6歳のメスです。とても可愛い顔立ちをしており、性格も穏やかです。マーボーのことが大好きで、とても仲良しです。遊び好きでパイプを使っての一人遊びが特技です。こちらの水槽ではアサヒとキワのペアを飼育しています。アサヒは10歳のオスです。何でも興味を示し、かじってしまうのが特徴です。今年の1月12日に生まれた花のお父さんです。キワは5歳のメスです。いつも元気なのが特徴です。花のお母さんですが、初めての子育てでうまく母乳をあげれず、人工保育になってしまいました。次の出産の時はキワに子育ても頑張ってほしいと思っています。最後は鳥羽水族館で初めてのコツメカワウソの赤ちゃん、花です。人工保育で育ったため、担当者によく慣れています。元気に育っており、とても甘えん坊の遊び好きです。飼育員の声を聞くとすぐに泣き出すのが特徴です。コツメカワウソは先ほどの分布図で見ていただいた通り、東南アジアを中心に生息しています。熱帯から亜熱帯に生息するため、鳥羽水族館では冬は展示の小屋に敷き込みヒーターを入れる工夫をしています。また夜間はバックヤードを寝室とし、暖房を入れ出入りを自由にしています。そしてもう一種類がこちらのラッコです。日本国内の水族館では現在3頭しか飼育されていませんが、そのうちの2頭が鳥羽水族館で飼育されています。 SNS で大人気のメイ、キラなので知っている方も多いのではないでしょうか。メイは18歳、キラは14歳です。2頭ともメスのラッコです。2頭の見分け方は、白っぽいのはメイ、黒っぽいのはキラです。カワウソの仲間でもラッコは冷たい海で生活するため、毛が特徴的です。全身に生える毛は8億本、生き物の中で一番毛が多く生えています。鳥羽水族館でのラッコのお食事タイムでは、飼育員とラッコのやり取りを多くの人が見て楽しんでくれています。ですがこれはラッコの健康管理には欠かせない体の動きを細かく見るために行っていることで、ショーではありません。またラッコ本人が自分で考え行動するようにおもちゃを与えたり、
餌を探させるなどの工夫を行っています。皆さんいかがだったでしょうか。見て聞いてよりよく知っていただくことが保護活動につながると思います。以上、鳥羽水族館からでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。次は神戸動物王国からです。野生下での生息数の減少や生息環境、展示施設の工夫についてです。それでは神戸動物王国さん、よろしくお願いします。